目薬をさせてくれ。はい、よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。目がしょぼしょぼする。よいしょ。目悪くなった。こんばんは。よいしょ。コンタクトがずれてんのかな。こんばんは、こんばんは。よいしょ。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。ノーメイクで失礼します。今お家帰ってきた。よいしょ。よいしょ。口の乾燥がひどい。本当にやだ。待って、あと目痛いし。なんで？なんか、あ、まつげ挟まってたかもしれない。まつげ挟まってたかもしれん。よいしょ。確かにアレルギー、なんだろう、なんかゴミ入っちゃったわ。まあいいや。お疲れになる。目がめちゃくちゃ気になる。ちょっと一瞬失礼。なんか まあ大丈夫かな。よいしょ。ゆうたありがとう。よいしょ。ちょっとごめんなさい、 LINE がうるさいですね。
いやちょっとそうさっきからマミムメモラインが動いておりますけど、ま、今お休みモードにしました。気になっちゃうんだよね、ブーブー言うの気になっちゃうから消しました今。そうだね、次23日だっかな、マッシーのカホの生誕祭がありますけれど、あもう当落が出てる、そうなの、早っ、なんか早い気がする、そんなもんか、おいよ、ヘリオル、そうだね、火曜日だっけな、火曜日だっけ、そう勤労感謝の日11月23、そっか来週か、早いな。めためた早い、そんな落ちるものなの、なんか公園、そうなんだって感じ、なんか そっか公園でなんか結構よう当たるイメージがあるから落選報告よく聞くけど、本当って、そんな存在してるのって思ってるんだけど、意外とそうなのかもしれない、ありがとうございます、たくさんの方にねご応募いただけるのはとっても嬉しいので、今後もマミムメも限らず NGT48 劇場公演のほどよろしくお願いいたします。よいしょ、今日今黒いパーカー着てるけど大丈夫かな、飛んでない色、飛んでないかな、大丈夫、あじゃあなんか性能が上がったか白壁が効いてるのか分かんないけどいい感じらしい、リップだけ塗っとこうかな、なんか色薄いもんね、あれオイルだけ塗っとこう、リップオイルだけ、マジで顔色バカ悪い。顔色めっちゃ悪く見える配信だとね、なおさら、よいしょ、これねリップじゃなくてリップオイルなの、カホがくれたやつだったかな、すごい昔のやつなんだけど、リップオイル、リップとはまたちょっと違うんだよね、でもこれだけで色出るから、リップコンフォートオイル、そう。そうクラランス、そうクラランス、これ最近使ってますね、普段公演の時とかはその普通のルージュというかリップを塗ってからこれを上にのせるといい、なんかすごい私乾燥して唇の何皮皮唇の皮がむけやすいから、そうそうそう、何が違うかはちょっと私には説明できないんですけど、
何が違うのか私は分からないんだけど、でもなんかいい感じだから使ってるし、そうなんか保湿できてもらえるから、保湿してもらえるからいいかと思って使ってる。そう意外とオレンジ色の使ってた、ほんとおすすめ。こんばんは、こんばんは。また私あれだ定型文変えるの忘れてた。あ、おしゃべり会受付中です。なんか今日までのなんかあったよね、あんまり告知できてなかった気がする。まだ多分再販はあるよね、結構受付が長かった気がする。違いましたっけ。あ、そうそうそう、11月16日5時からまた2次受付が始まる、2次じゃないわ、6次受付が始まってますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。告知しよう。今日はね、私は私はね結局早起きはできず、なんか本当は早起きしてショールームをしようかなって思ってたのね、7時ぐらいからができたらいいなって漠然と思ってたら起きれなくて、いや起きようと思ってなかったの、起きれたらやろうかなって思ってたら全然起きれなくて全然起きれなくて12時にやろうかなって思ったんだけど、12時も眠かったから、眠かったというかいっかと思って、そうやらなかった。でそれで私はその後どうしたかというと、一人でカラオケに行って、今まで、そう今までずっと歌ってました。イエーイ。昨日別に寝たのが遅かったわけじゃないんだよね、いつ寝たっけな、1時半2時ぐらいかな、1時半2時ぐらいかな多分、確かそうに寝て、でいつ起きたっけな、11時ぐらいかな、1時ぐらいに起きて3時ぐらいからカラオケに一人で行って、6時まで歌ってご飯食べて帰ってきた。587日ありがとうございます。
そう、まあ歌唱力の話はメールにね書いたんだけど、そうそう、まあそんな感じですよ、私のね気持ちというか私的には。そうで、じゃあ今日どうしようかな今日何して過ごそうかなと思った時に、もう歌いに行こうと思ってよし歌いに行こう。一人カラオケ久々だったからなかなかね歌うタイミングないからね、よし歌いに行こうと思って歌ってきた。決勝の曲選曲をまたしてましたね。新潟のカラオケは本当に料金が安いからマジでありがたいなんか大宮とかだとさ、なんか普通にフリータイムで1400円とか2000円ぐらいしたりするからね。新潟だと土日でもなんか1000円ぐらいだよね。全然違う、本当に全然違うから誇り持っていいよみんな料金に関してはカラオケの料金の相場がさ、そうやっぱ大宮は高い、絶対1000円は超える、フリータイムじゃなくても多分。そうまあそのなんだろう系列によるけど、初見さんありがとう。そうだから埼玉に住んでる時は、まあ近場にカラオケがそんなになかったっていうのもあるんだけど、こうプライベートでカラオケに行くのってクラスメート、合唱部の友達とかそんぐらいしかなかったんだけど、やっぱこっち来てからもう来た瞬間からね、もうなんとなくその何安っと思ってしかもほらなんていうの、学割が効くからさ、学割が効くから来た瞬間の時は高校生だったからもう安くてね、もうほんとなんか加入して1年目ぐらいは休みのたんびにカラオケ行ってたりしましたそう全然お店にもよるけど、でもね比べても全然新潟の方が安いよ、全然。そうあ、まあ、今どうなのか分かんないけど、そうだからカラオケはよく行ってましたが、今年はあんまり頻繁には行けてないから、そうそうそう、まあでも全然なんだろう、歌いたいけど入ってない曲やっぱ多いからさ、多いんですよ結局ね。私さ好きな音楽がボカロだからさ、ボカロを入れるんだけど、ボカロは入ってるのと入ってないのいろいろあって、その入ってないの最新の曲だと入ってないから、そうそうそう、まあね、カラオケの機種によって違ったりするんだけど、そうそう、最新の曲入ってないのもある。
プロセカの曲を歌いたいんだけど、プロセカに入ってる曲の最新版はねないから、オリジナル書き下ろしものによる。あ、でもグロリーステーディーゴーはあったいつも行くお店は全機種が一つの部屋で歌えるので便利。え、超便利じゃん、すごっ、なそれ初見、めっちゃいいなそれ、すごい、全機種ってすごくない、そんなことある。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よいしょ。なんか受付でさ、あの機種こちらあるんですけどどれにしますかみたいなのはさ分かるんだけどさ、その次元じゃないもんね。カラオケの点数はあんまり気にしないけど、だいたい87から上くらいじゃない、だからもうなんかもうそんな別に気にしてないそうそうそう、87、90、91、92とか。やっぱ歌いやすい曲はさ、歌いやすい曲はもう90とか出しやすいけど、それ以外だと大体80いくつみたいな。ダイエット指数、消費カロリーだよね、よくあるよね、左下に出るやつね、左下か右下か忘れたけど、あるけど満点は取ったことないな、難しくない、だって童謡とか歌えばね90いくついきますよきっと。童謡歌え、童謡いいんじゃないですかね。チョケンさんはじめまして、ありがとう。お休みモードにしたがためにさ、通知が来てないか確認したりするんだけど来てないんだよね、もう一回お休みモードいやよ、うんうん、ギフトありがとう。チューリップとか歌えばいい咲いたっつってチューリップ、サイリウムが振られた、かわいいキラキラだ。もののけ姫歌ったことないなカラオケはなんだかんだ一人が楽かな、
うん、なんか複数人で行くのももちろん好きなんだけど、何回スタートやり直し押してもいいじゃん。ピッ、あやべ入り間違えた、ピッそう、あとキーを、そうそう、キーを変えたりとか。そう、結構自由にできるじゃん。そうだし、そのなんだ、やっぱ音楽って趣味合う合わないがあるから。そう、前述の通りボカロはそんなに知ってる子がいないから身近にだからそうポカーンってしちゃうから、あんまり普段で歌ったとしても、歌ったとしてもなんかあんまりいろんな表現の練習はしないから、一人の方が気楽、そういう点では。でもみんなで行くのも好き、全然。夢夜に関しては私の歌 BGM にしてるけどねもうそのなんかそんなになんて言ったらいいかな、気を使う中でもないから、もうなんかレコード聞き流してるみたいな感じでBGM にして。そうたまに愛の手を入れてくる。以上、二人が楽しそうにしてる曲はあのアナ雪2のインテュージアンノーンですね。インテュージアンノーン歌ってる時が一番楽しそうにしてる。二人が騒ぐからさすごく説明しづらいんだけど、私でもあのね、カラオケのタンバリンとかマラカスそんな好きじゃないんだよねいろんな人敵に回すかもしれないけど、カラオケのねタンバリンとかマラカスそんな好きじゃなくて、うるさくないうるさくないめっちゃうるさいんだよね。なんかね、なんか私がもともとあれなの、ね、耳がなんていうの、耳大きい音苦手だから、そう大きい音苦手だからすごいね、他のミュージックとマイクの声とミュージックがあるじゃないですか。でそのでめっちゃ響くからマラカスとかタンパリンって、そうすごいカシャカシャマジで音が響いちゃうから苦手なんだよね。いや別にだからといってやり始めた子に「ごめんちょっと苦手だからやめて」とは言わないんだけど、そうだからなんだ、そう普段は使わない。そうただで
さえ伴奏うるさいから下げたりするんだけど、あ、そう、歌が書き消される。そうなの、そうなのよ。あのね、自分が歌ってる声がわからないから音程わかんなくなるしリズムも取りづらくなっちゃうから。そう、マジでカシャ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 、なんかさ、その、ね、ちっちゃい音、ちっちゃい音とかだったらいいんだけどさ、なんかさ、マジでさ、ガシャ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 音するじゃん、カラオケのマラカスとかタンバリンって。タンバリンはまだあれかもしれんけど、なんかタンバリンもカッカッってすごい音鳴るから。そうそうそう、盛り上げ、盛り上げたい。まあ別にね、飲み会の二次会とかだったら飲み会の二次会とかだったらそれはそれ、それが楽しいのかもしれないけど、ちょっと私まだ未成年なのでその良さはわからない。まだそう、響くから、そう、耳が痛くなっちゃうっていうだけね、理由としては。そう、だから普段はそんなに使わない、そんなにとか使ったことないな、私はね。うん、カラオケ食べ物はね、一人で行くときは基本頼まない。まあお腹空いてるときとかはなんか普通にご飯代わりでなんかさ、いろいろあるじゃん、チャーハンとかさ、丼物とか。頼んだりするけど、別にわざわざなんかあんま一人で行くときはポテトとかも頼まない。うん、だしドリンクバーもそんなに飲まなくなったな。お茶ぐらい、言うてお茶と一杯ジュース飲むかなみたいな。ジュースっつっちゃった、ジュース飲むかな。でもさ、今日は飲まなかったな、今日はお茶オンリーでしたソフトクリーム日の食べない。夢のはよく食べるけどね、あるよね、よくね、ソフトクリーム。そう、そんなにもう本当歌いに行ってるからね、カラオケガチ勢。カラオケガチ勢やってるみたいいやでもまあ歌、歌だな基本的に。でもなんかその最大で多分8時間ぐらいかな、一人カラオケ8時間ぐらいはやったことあると思うけど、その時もなんかやっぱ8時間ぶっ通しは疲れるから、途中でなんか YouTube つなげてみたりとかそうとかはあるけど、あんまり、でもでも言うてそんなになんかずっと歌ってるかもしれない、8時間とかで、うん、ずっと歌ってるかも。そう、あ、で歌う時は立って歌うもうなんかね、もうなんて言ったらいいんかな、そのまあ私の中で当たり前だからさ、そういえば今思ったけど、立って歌いますね、カラオケ行くときは。座ると声出ないから立ち上がって歌いますね。マスト、そう、マストいつ役立つかわからないから録音しておいて。録音はしてるんだよ、全部録音してんだよ全部録音してあるからさ、ボイスメモの利用量半端なくて。これ時計だ、ボイスメモ全部で何個あるかな、1132もボイスメモあるの、やばいでしょ。曲ごとに切ってる。2019年3月
結局そのなんか歌上達するにはみたいな話なんだけどさ、一番手っ取り早い歌を上達する方法ってさ、聞くことだと私は思ってるのね、自分の歌を。そう、だからなんだろう、レッスンもずっと録音してて、で後で聞き返してなんか後で聞き返してここは良かったからこうしようみたいな風にやるんだけど、まあ同じ歌ばっかだけどね。ちなみにこの日付的には2019年だからあれなのよ、新潟来てからの録音データなんだけど、新潟来る前までの録音データもあって、それはボイスレコーダーがあるのね。でボイスレコーダーで録音してた中学の時のとか、声は中学の時の合唱部所属してた時のカラオケ、だからあの友達のカラオケとかもあるんだけど、その時はミュージカルの時に使ってたボイスレコーダーを有効活用してましたね。そうだから本当に昔から歌を録音して練習してきてる。でね、やっぱ最初はね、自分の声って好きじゃないんだよね。なんかみんなもさ、なんか例えばビデオとかこうホームビデオ、なんか昔の昔のでも何でもいいんだけどさ、自分の声ってこう普通のなんていうのかな、こう今話してる声を直で聞いた時と、これを録音して聞いた時ってあれ変な声だなってなるよね。まあそれはそういうものなんだけどそうだからやっぱりみんな最初は自分の声を聞くと本当にあれこれ私の声なんか気持ち悪いなってなっちゃうの、マジで。で私もそうだったから、そっから何をするべきかって言ったら、その声をまあ自分の好きな声、自分の好きな声に寄せたりとか、それか自分の声を好きになる努力をするか、あとはてかどちらかというと耳をなじませる耳になじませることが大事。そう耳に慣れさせる、そう。でも結局ね、今でも録音した声と聞いた声、録音した声と今聞いてるリアルタイムの声は全然違う風に聞こえる声。そうだね。だから今こうやって聞こえてるってことは、人から見たらこういう風に聞こえてるなっていう風にでも変換、脳が変換できるから違和感はないかなって感じ。でも今日とかも歌ってみたのを帰り道録音したい、歌ってみたのを帰り道録音を聞いていたのよ、今日歌って録音したやつをね。でなんか歌ってた時はこの曲ちょっと低いなとか、あこの曲はちょっと高音がきついかなって思ったりするのね。あなんかまあ調子も
まあ何曲も歌った、最後に歌ったからちょっと声疲れてるかなって歌ってる時は思ってたんだけど、でもその録音を聞くと歌えてるから、あーなるほどと思って、意外とそのなんだろう、あんまり苦しく聞こえない、低音は低音でも昔と比べて自分は出しづらい音でもリラックスして声が出るようになってるから、だから自分はちょっと低めに頑張って歌ってるつもりだけど、録音した音を聞いてみるとそんなに苦しく聞こえない。そう、高音もちょっと喉を閉めて声を出した時、まあそういう表現をした時に、これだとさすがに厳しいかなってなった時に録音した音を聞いてみると、あ、意外となんか意外とそんなに違和感ないなみたいなっていう気づきが今日は多かったですね。この状況でも自分の歌練習してるのめっちゃ面白いけどね。昨日の予選を見て NGT の歌唱力が全体的に底上げされた印象を持ちました。その話する？で今日もだから9時ぐらいまで配信しようかなって思ってて、で今日はその残り30分ぐらいの間で予選の結果が分かるから、そうみんなで見守ろうかな。もうあとはね、こうそうあんまり触れてないですけど、そうもうこれに関してはもうあとは神に祈るのみなので、神のみぞ知るので、もうあとは祈ってくばっかりで、まあメールにも書かせてもらったので、うん、いやほんとさ NGT マジで上手くなったよね。マジで上手くなってて私もさ嬉しかった。なんか他のメンバーの歌を最終的な歌、なんか過程は聞いてたりしたけど、最終的なその収録された歌を聞いたのは初めてだったから、まあでもみんなちょっと疲れてるなっていう雰囲気はしたのね。疲れてる、コンサートリハ中の疲れが出てるなっていうのは歌に表れてたけど、でもみんなほんと上手になってて嬉しかったな。私ノエさんいけるかなって思ったんだよね。ノエさんこれいけるんじゃないかなって期待してたらさ、そうダメだった。悔しい悔しい、一緒に行きたかった。いやーなんだろうな、客観的に見て NGT は声が特徴的な子がとても多いんですよね。そう、声が特徴的な子が多いから好みも分かれるけど、ただその特徴的な声、まあ、今回出てないメンバー以外でも特徴的な声を持ってる子多いから、それを生かした歌の作り方をするともっと良くなるだろうなっていうのは思います。そうそうそう、LINE が来た、ちょっといいや。あ、ちょっと LINE 返しますね。すいません。
で何だったっけ。あ、そうそうそう、声やね、 NGT の歌の話ですけど、みんな上手でしょ、上手になったよね。でももうね、と何回を重ねるごとにみんな上手になってて、すごい嬉しいなっていう。本当誰目線ってなるかもしれないけど、普通に聞いてても全然通用する歌声になってきてるなというか、とは思いましたね。うん、みんな、私スピーカーで聞いてた、そのイヤホンじゃなくてスピーカーで聞いてたから、そのなんだろう、あんまり深いところまでは聞けてないんだけど、ちゃんとずっと全員見てましたずっと全員3時間私このショールームの椅子に座ったままずっと見てたんだよね。そう、今日も多分そんな感じになると思うけど、うん、やっぱね、その公演でしっかりみんな歌ってるから、だからどん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 あれだね、歌うことに慣れてる。で、あとはやっぱ音感がいい子が多いな、ピッチがずれない、本当にピッチずれないのは春と青はマジでピッチがいい。ヤヒもいいな、うん、とサーヤ、今回出てないけど、は普段からピッチがほとんどずれないから、あ、まあ青は声質にもよるけど上手だったよね、虹色ね。そう、やっぱ楽器やってると音感はいいから、だからそういう音感の良さっていうのはその辺のメンツがいいよね。そうだ、うん、音感いいのは耳がいい人だと思うから、うん、春ほんと上手だったな、すごい。一番聞いててピッチを気にしちゃうから私が、だからその点マジでズレがなくて、かつその春の声の良さがそのまんま、そなんだ、春の声の良さをそのまんま歌に乗せてるし、ね、クラクラの時とは違う歌だから、もうその春の声のままもっともっと歌いっぱい歌ってほしいなって LINE をしました私ついさ、春ちゃん歌すごい上手、とっても上手って LINE しちゃったんだよねつい、そう、あの、そう、ちょっとなんか嬉しくなっちゃってさ、つい LINE したのよ、聞いてびっくりしちゃって、いつの間にこんな腕を上げたんだと思って、ちょっと鼻炎が、うん、いいっしょは、だから前から私としてはその曲に合った声に合った曲、選曲でそのいい感じのをもっと選べれば伸びるだろうなっていう風に思ってて、花水木はとっても良かったね、うん、すごい合ってた音域とか。なんだろう、ちょっと春の鼻にかかる声、下駄の花を決めちゃってっていう、なんかちょっとこう響く声がうまくいかせてた曲、選曲だったなって思ったな。いや、まあ花水木はそのゆらちゃんがマジでうまかったから、ゆらちゃんが、まあ全く違うベクトルだよね。ああ、うまかったな、ゆらちゃん。ほんと755にも載せたけど、
笑っちゃうぐらいうめえっつって。でしかもの、なんかね、見て思ったのはゆらちゃんはね、前よりも自信を持って歌ってるから、そう、自信がついたんです。ね、昇格もしてだんだん自分に自信もついてきたのかな。もうね、本当もう、いや、さすがだなって思いましたね。でも彼女あれですからね、そんなにあんまり歌を専門で習ったことないっつってたからさ、本当に言ってる？だから天性なんです彼女は、マジで。いや、もちろん努力もしてると思うんだけど、それ以上に天性の何かがあるよね。天才なんですよね、きっと。うん、アミルもすごい上手だったな。うん、似合うだろうな、その天平の歌って聞いてたから、いや歌う曲をね、あ似合うだろうなって思ってて、そう聞いてみたら高音の伸びがすごいし、私はあの曲はね合わなかったんだよね。ちょっとその張るポイントが少ないからこの曲じゃないなって思ってやめたんだよ、候補に入れなかったんだけど。上手だった。そう、矢野さんも、矢野さんはなんかもうさ、喋り声と歌声のギャップあるよね、すごい思う、いつも。第一声目が本当に響いて聞こえる。変わらないものを歌ってたけど、あとゆっくり歌ってるのが印象的だったな。そう、喋り声もなんか可愛らしい声なんだけど、歌声になるとてか、まあほんとなんか CD 音源みたいなエコーがかかってる歌、すごい倍音的なやつなのかな、声質。そうそうそう、なおさんも言わずもがな、お上手だったけどさちょっと喉詰まっちゃった。私もマイクの使い方うまいなって思った私もナオさんすごいマイクの使い方上手だなと思って、私マイクの使い方失敗しちゃったから早く切りすぎちゃったんだよね伸ばすところでうまく、うん、うん。あとはそう、 NMB のさ若い子、NMB の若い子たちがさ後輩ですよね。だからね、私目線だとね、トップ10はね思った通りでした そう、トップ10は思った通りで、いやまさか自分が10番目だと思ってなかったんだけどそれはね、あっ、あっ、あっなったんだけど、そう、まあ、悔しい気持ちはまあそれはそうなんだが、そう、 NMB のね7期生か、7期生の子たちがねすごい上手だったの。あのね、黒田さんね、黒田さんと 7.5 期生のイシオンちゃん、年上かな。あと愛子じちゃんもめちゃくちゃ上手くなっててね、感動した。
ちょっと喉引っかかっちゃった、ごめんね。あと SKE の研究生2人も上手だったなって思った。上手だなって思ったな。そうだからトップ10に関してはいい、結構思った通りでしたね。予想通りだった。てか完全に予想ぴったり当たってました。順番はまちまちだけど。そうだから上位10人は、まあ、順番はまちまちであれ全員当たってましたね。だからそうだから別に結果に異論はないというか、そうそうそう、実はね、よいしょ。まあ点数で言うたら1点違いだから、多分あの重なってるってことは1点違いだから、そうそうそう、ね、だからまあ今日の結果に関してはもう願う祈るしかないからね。今日はだから奈々さん楽しみだな。奈々さんめちゃくちゃ楽しみ。奈々さんのドライフラワー楽しみにしてますね。今日も見とく予定、全部見とく予定だけど、マジで休みがなくてさ、3時間休みないじゃん。 CM も1回しか挟まないから、そうずっと見てなきゃいけなくて、全部見逃せなくて、そう、ね、まあ、NGT の話戻すけど、だからみんな上手になってましたね。うん、嬉しい。もっと本当ね、いっぱい、いやーまあでも今年もレベル高かったからな。まあそれはそれとて、みんな上手になってて嬉しかったし、課題も見えてるので、一人一人のね、一人一人の課題がやっぱり
ソロをちゃんと聞くことによってわかるから。そうそうそう、今後なんか聞かれた時のアドバイスもできるだろうなとは思ってますけど、うん、イエス業務連絡イエス仕事の連絡。うん、だからなんだろうな、でも歌ってそのやっぱ本人のさやる気、本人のやる気とかが一番、本人のまあ気持ちが結局一番大事だからさ、なんかその教える側というか、そのアドバイスする側が一人で頑張っても意味はないので、そうあんまり自分からガツガツとはいかないんだけど、予選突破今日決まるの。そうです、予選突破今日決まります。そうだから昨日の結果を踏まえて今日どうなるかだね。今日後半メンバーがやって、後半メンバーも含めた20人の中に入れたらいける。うん、全体的には NGT の課題は体力って言ってた。あの一曲を歌い切る体力、私もそうなんだけど、まあその時はボロボロだったからそんなさも分かるんだけど、一曲を歌い切るための体力がなくて、歌うための体力がね。そう、まああのスケジュールだったらまあそこはちょっと足りなくなるのは致し方ないとは思ったりするんだけど、まあそれをメールにも書いたけどね、それをリカバリする能力がなかったっていうだけだから言い訳にしたくないよっつって、あとそのうちにはね岡田奈々さんというね、もうね、ね、もうそれなんかもうそれ見たらさ、なんかあ何も言えねえってなるじゃないですか。岡田奈々さんがいけてるんだからそれを言い訳にはできねえよって思ってるから、そう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 、うん、だから別に NGT 以外でもやっぱりほら後半サビからちょっとうんっていう子もいるじゃないですか。逆に A メロがうんっていう子もいるんだけど、サビからなかなかちょっとなんだろうな弱まってしまうっていうのは、一曲を歌い切る体力がないのか、それとも選曲ミスキーが高いのか。A メロもそう、キーが低いから A メロはダメとか、あとはその声を小さくしすぎるのを意識しすぎてその芯がなくなっちゃうのかみたいな、なんかいろんな理由があると思うんだけど、あの最後まで歌い切る力っていうのがまだちょっと歌に慣れてない、そのなんていうのかな、歌唱力っていう点で歌うことに慣れてないと一曲歌い切るのはなかなかっていう話ですね。うん、うん、そんな感じ。そう、まあパワー、うん、パワーかな、筋力とかも大事だと思うけど、結局なんかまあ難しいねでもやっぱそれがまず
足りない、声量みたいな意味もそうなんだけど、かといって別に声量がいいからって全部それでいいかって言われたらそうでもないから、あとは表現かな。でその点だからマリナさんはすごくみんなも聞いてて思ったと思うけど、練習してきたのが伝わる歌だったじゃないですか、マリナさんって。赤いスイートピーね、あの NGT トップバッターで、その中のトップバッターで初参戦マリナさんっていうだとさ、あ、初参戦ではないのかマリナさんって、2回目とかだっけね。で思ってたよりみんな上手だって思ったかもしれないね。あー NGT ねーっつって、まあいつも NGT は三村だけだからなーってもしかしたら視聴者の方は思ったかもしれないけど、あれ意外と、あ意外とみんな上手くなってるって思われたかもしれない。でそう思わせてたらね嬉しいよね。でマリナさんはもっと上手になると思う、これから。そうだから表現はやっぱ表現をつけるための練習をしないと上手くならないから、私もそうだったけど、いろいろとね自分の歌に関しては反省点とか、あもっと次はこうしようとか、選曲もそうだなって思った。決勝は、あ決勝じゃない予選はあんまり挑戦的なものを選びすぎてもあれだなっていう、その減点式になのかな、わかんないけど、減点式だと普通に歌いやすい曲をこなした方が得点が高いのかな、今回はそうだったのかなと思ったりもしたし、そうそうそう、結局そこは回によって全然違うけど、いろいろ反省点とか改善点とか課題みたいなのは、まあそれだけじゃないけど見つけられたから、だから次は失敗はないなとは思ってる。あとはね誰かのね、私ずっとエゴサしてたんだよ、エゴサっつうか AKB48 歌唱力ナンバーワン決定戦で、ハッシュタグでずっと見てたんだけど、誰かのねあのツイッターを見てね、ああと思ったのは、その時まだね NGT と SKE しかやってなくて、自信を持つことが大事なんだなって三村さんと古畑さんのを見て思ったっていうツイートを見かけて、これはマジで大事だなって思った。なんか結局そのどんな選曲をしたとしても、どんな音程が良かったとしても、自信持ってしっかり声に出さないと響かない、届かないから、それは大事だなって思いましたね。自信持って歌えばおのずと届くし、うまく聞こえる、そうそうそうって思ったな。結局練習して不安なのって練習が足りないからっていう風に先生はよく言ってるから、うん、そうそうそうとは思った。それは確かになって思いましたね。自信を持ってやるのが大事、歌うのが大事。特に今回は予選はそうだったけど、決勝ホールになるとなおさらそれが大事だと思ってるので、今回は舞浜アンフィシアターだから、縦に長いっていうか奥一直線で声が届くから、自信を持って歌わないと迫力はないよね。そうね、その点だと、まあそういう風に自分でもいろいろ改善点とか、あちょっと待って、そういう風に自分でもいろいろ考えたりするから、まあやっぱここは決勝行きたいなっていう気持ちがねめちゃくちゃ強いわけですよ。本当にボーダーですけどね、10位は。だから今日の結果次第なんですよ。で15位までが
ポイントでいける点数か、点数上位15人が無条件にいけるんですけど、それ以降は5人は審査員特別枠。まあでも基本的に去年とかはそのまま同じ点数だったので、点数結局上から点数5人が決勝に進んでいたから、まあ、今年ちょっとどうなるかわからない。それこそその審査順とかが影響してくるかもしれないけど、それに関してはきっとまたなんかズレがあった場合は何とかしてくれると思うので、うん。だからちょっと15人の中に入れるかどうかは絶妙なところかなっては思ってますね。入れたらいいけど、今日のメンバーで5人しか入らないこと、なんか絶妙だな。昨日がすごく上手だったけど、今日がどんなもんなのかまだ分かんないから。だからもう祈るしかないから、ティアーっつってよいしょ、そんな感じかな。そうだね、まずはここで通らないとって思ってるけど、緊張だからなんかさ言ったじゃないですか昨日の時に、まあだからめちゃくちゃ自信があるとは言えないと9大点であったと。でも本当に9大点だったね。うん、9大点だから今回結果は何とも言えないっつって、本当に9大点ボーダーだった。そうだからこれからどうなるかなって感じですね。から昨日言ってたのがそのね、前後が分かるから審査発表総ん、ね、総得点発表の時に得点発表の時にデンゴが分かるとどっちか分かっちゃうみたいな話をしたんだけど、もうここまで来たらもうその三村が三村が決勝行けるか行けないかっていうエンタメとしてね、みんなに楽しんでもらえたらいいなって思います三村が行けるか行けないかっていうのをエンターテインメントとして楽しんでもらえたら今嬉しいなって思うのでよろしくお願いします。
初見さんこんばんは。第1回からファイナリストでしたか？いいえ第1回は予選落ちです。だからね、あのね、あでもそれもねツイッターに書いてあったけど、あのいやそんな1年で歌唱力なんて変わらないでしょっていうような意見もあるんだけど、実際私が1年で変わってるから、第1回は予選落ちなんだけど第2回では3位になるから、1年で全然歌唱力って変わるから、そうあんまり人の成長はすごいですからね、そう変わるもんなんですよ。だから第1回は予選落ちしてます。うん、おもろいよね。でも第1回は私は何だろう、もちろん練習はしたけど、言うて自分なりの自分勝手な練習しかしてないから、通用しなかったわけで。そっから先生を探してやって、カブトムシで結果残してるので、そう、うん、だからミュージカルはやってたから基礎とかはなんとなく分かってるんだけど、じゃあそっから歌唱力、ああいう J-POP 歌ってその印象に残る歌を歌うための方法っていうのは私が知らないから、そう決して全部先生がいなかったわけじゃないんだけど、そう第1回の時はあの今教えていただいてる先生はいらっしゃらないから、ついてないから、うん、まああといっぱい練習することによって自信がつくからね。結局そういう重ねた練習の先の自信が大事なんだなって思う。うん。首が痛い。首が痛いよー。失礼、よいしょよいしょ、よいしょよいしょ、ほっほ、相変わらず鼻炎がすごいひどいですけど、まあだからさ、てかまだ意外と時間あるな。歌は誰でも上手くなれるよ。菅井先生も言ってた。ちなみに今日カラオケに行った時歌ったのはね、高音がマジで調子よかった。またピアノの出番ですけど、
ラまで出た。上のラ。途中でね、そう今日だから裏声調子良かったんですよね。今日愛の形歌ってないけど、歌ったらまた違ったかもしれない。そう今日はだからね、裏声の張りの調子が良かったですけど、日によって調子は全然違う、全然違うよ。うん、なんかその日によって低音も出る日、今日はでも低音も悪くなかったな。コンディションは悪くなかった。耳はちょっと悪かったけど、私すごく出るわけじゃないからな。ミかな今日は。ミから上の上のドぐらい今日は。選曲が被らないのはね、なんでかっていうと、あの第一希望から第三希望まで出すんですよ、課題曲を。あの課題曲というか、課題曲というか、なんていうの、選曲そう、予選の曲、だからできるだけ被らないようにしてると思う。多分第三希望までに収めて、あとは被らないようにしてるはず。愛の形ヒノは第一希望でした。愛の形結局ヒノだけなんだよね。そうだからピアノの方がそう大変ですって言ってた。来るのだろう。春どこ低いよね。春どこがね出るんだったら、低音はね、あのね、夢がねすごいのよ。夢マジで低音よく出るのよね。びっくりする、しっかりと出るから羨ましい。実は夢低音がねかなりいいですよ。低音の響きがとっても素敵。
結局その音域って高音は伸びがあるかもしれないけど、低音に関しては楽器の限界があるからあんまり伸びないんですよね。だからもともとアルトリコーダーとかソプラノリコーダーとかってアルトリコーダーの方が低音出るし、高音はあるとも出せるけど、ソプラノリコーダーは低音は限界があるみたいなものと一緒で、人間も同じだから、そうそうそう、限界があるんだけど、そう、夢は女の子の声の中でも平均より低い、なんで低いところが出る。別に高音がすごくだからといって苦手ってわけでもないと思うから、そう、低音がとてもいいっていう特徴がありますね特徴というか、そうそうそう、春どこって低いんだね。風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ、僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ、レまであるんだ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる、自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。低音はまあでも慣れもあるだろうから、昔に比べると私は出しやすくなった。前までは低音がこんぐらいまでしか出せなかったんだけど、どんなプレゼントよりあなたの両手に、だファファが限界だったんだけど、あなたの両手に抱かれたかった。今でもなんかなんでここ歌いづらいんだろう、あだから、いいとかううとかの方が多分出るよね。このことの胸ずっと粉雪が二人を包んで待ちの日共に始めても離れたくないよこの場所から。低音はねもう慣れ、個人的には慣れだと思ってる。まだ別に高音低音が得意なわけじゃないから、あでも音の出し方、っていう風に出せばできるけど、それをじゃあ、 歌にできますか、 J-POP 歌ってる時にその歌い方でできますかって言われたら難しいところだよね。あなたの両手に、あなたの両手にって歌えるかっていう話であって、だから私は最近はね低音は息を混ぜるように歌ってますね。優しく歌うようにしてる。あなたの、あなたの両手に抱かれたかった、はぁ、あ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 、低音難しいけどな、本当になんか歌い方、力の入れ方とかだと思うけど、はぁ、あ、寝不足、多分睡眠が浅いんだろうな。何か聞こえないか、恋の足音だ、オーイエーイオーイエーイイエーイ。脈がおかしい。
肩が凝ってますね。コキコキ聞こえますか？バギバギ言っております。脈が変。春床ってさ、なんかさ、平メロが低い割にさ、あのサビは普通に高いんだよね。別に、あ、まあシャーベット なんていうの、他のなんかなんだろう、 AKB のいわゆるアイドルソングとかと比べるとなんとも言えないけど、意外と高いよね。あれはどこから来るのな。肩が重すぎるからちょっと楽な体勢。リップロールしよう、こうやってやってリップロールしようと思ってできなかった。プルルルルル変な、なんか馬みたいになっちゃった。プルルルルル、あ、肩が痛いよ、肩が痛い、重いよ、絶対取り付いてる。なんか重い、ちょっと待って、マッサージしなきゃ自分で。まあ、なんですかね、なんか私は思ったより元気ですよっていうのと、相変わらず今日も歌ってましたよっていうのをショールームで伝えたかったんですけど、今ちょっとそれどころじゃない、肩が重い。体が重いよ。もうなんかね、最近ほんとねすごい姿勢が悪くて、もうなんかね朝起きてからずっとおばあちゃんみたいな感じになっちゃう。こうやってなんか立ち上がってる時もなんかもうこんな感じの姿勢で、もう腰曲がったおばあちゃんみたいな感じになっちゃって、
そうね、もう最近ずっと気づいた時にちゃんと腰を立てているんだけど、なんかねもうずっとそんな感じなの。なんでなんですかね、おばあちゃん。そうなんかどっか行っちゃったんですかね、体幹がね。猫背、後ろで腕組んどけばいいのかな。肩開く巻き型、もう声が、机の高さが合ってない、それはあるんだよな。そう机、なんか普段ご飯とか食べるテーブルもさ低いから、そうそうそう、今ここで配信してるのはなんかちょっと高い机があるんだけど、椅子に座って足がついてる椅子に座って配信してるんだけどさ、絵とかね描いてるとね、ああ明日はみゆみゆの誕生日ですね。タンプレ何にしよっかな、絵も描きたい。そうだな、忘れないうちに、忘れないうちにとか明日、明日だからショールームで描こうと思ってますけど、そうそうそう。そう。